星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。皆さんこんばんは、星町彗星です。皆さんこんばんは、田所あずさです。この番組は交わらない平行線の世界にいる VTuber である私星町彗星と声優田所あずさの2人がラジオを通じて声優と VTuber の垣根を越えて次元を越えていく番組です。はい、センスク11回目ということで、はい、話も始めましたけれども、うん、そうですね、なんか打ち合わせ中にいろいろゲーム実況話をしてたんですけど、スイちゃんからドキドキ文芸部っていう、うん、ギャルゲーをやってほしい本当に、うん、めちゃめちゃやってほしい。なんかドキドキ文芸部って結構有名だから、うん、もう知っちゃってる人がいるんだけど、うんうん、あ、ただのギャルゲーじゃないんだなみたいなことをちょっと知っちゃってる人が多いんだけど、本当何も知らなそうだったから今、うん、でも知らなかったけどスイちゃんが、うん、あ、ちょっとだけ、うん、ちょっとだけ種類の名前は言ってくれた、うん、そうそう、ちょっとまあ、うん、ホラーかなみたいなまあでも、うんうん、ギャルゲーだから攻略することには変わりないから、うんうん、確かにいいかも。その質感がだいぶ違う、うんうん、今までそのリトルナイトメアバイオハザードってきて、うん、ちょっとこう、うん、違う種類のゲームをやるのは、うんうんうん、ありかもしれない。やってみてほしいです。みんな多分喜ぶし、うんうん、早くコロちゃんの叫び声聞きてえなやっぱりホラーじゃん結構行くそう、そんでえ、そうなの、気になる、うん、やってほしい。バイオが終わったら、うん、やってください。ちょっといろいろ、もうバイオ時間かかりそうバイオなんか再来年とか言われてやばいかかるんじゃないかみたいな、うん、そうね、いろんな兼ね合いと相談しながらちょっと気になるので、うんうん、ぜひやってください。調べてみます。はい、ということで、はい、早速始めていきましょう。星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブル、今夜も平行線からスタートします。星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。改めまして星町彗星です。田所あずさです。はい、ということで最近忙しいそうですね、うん、あずちゃんちゃんこさんの台本がめちゃめちゃ投げやりだから投げやりだからもう忙しいんだねっていうことしかも言うことしかない、うん、かっこ1本目で話しきれなかったことあればそうそう、これ2本撮りだから、うん、そう、先週のやつは、うん、今日撮ってるわけなんですけど、うんうんうん、なんかありましたなんかまあでも、うん、あのミリオンライブのライブが、あー、そうだそうだ、たのがやっぱ一番あれかな。そうだ、なんか言ってたじゃないですか、うん、なんかポンコツがその日に起こるかもしれないみたいな。聞いてよ。何よ全然なかったいや本当にね、うん、いや我ながらね、いや素晴らしかったよ、はい本当に、はい、ほぼ完璧なあ本当にいや本当にね、あ、雨は降った？雨はね降らなくて、あ、よかった。私の日は曇りだったんですけど、うんうん、でも曇りもねやっぱりちょうどよくて眩しすぎなかったし、うんうんうん、野外でやっぱ暑すぎても大変じゃん、熱中症とか、うん、やっぱその心配もなくてね、ちょうどいい、私的にはちょうどいい状態でできたしね、うん、あ、いいですね。本当にね無事に終わって、うん、ほっとしてるところかな。よかったです。これはねリスナーさんも今回はないなっつって送れないと思う、送れないなと思いつつも、お便りになったらどうしようって、うん、ネタを提供しません、私は。はい、ここからはリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきたいと思います。はい、はい、ペンネームみーぶーさんからのお便りです。ありがとうございます、どこせいどこせいどこせい、先月17日に発売されたスイちゃんがコラボしているレモネード味ののど飴買いました。え、ね、そうなの。そうなんですよ、グレープ味やいちご味しか置いてなかったり、そもそもなかったりでコンビニは5軒回りました。すごい。さて、センスクでコラボカフェが行われるとしたら、お二人はどんな料理やドリンクを出してみたいですか？例えば確定じゃない、上下で層が分かれた平行線ドリンクや、ね、スイちゃんの食べられる野菜を集めたサラダ付き激辛カレー、コロちゃんのアサリ入りカルグクスとかなどなど、うんうんうん、え、もう想像できるの？やっぱり私たち料理の話をよくするから。まあ確かに、うん、スイちゃんの、うん、死にがんコラボカフェで、うん、死にがんとカルグクスと、うん
うん、渋いな。でも食べてみたいってリスナーさん絶対いっぱいいるから、うんうん、まあ確かに確かに、うん、じゃあ我々が作って、うんうん、コラボカフェに出すといいですね。うちらが厨房にいて厨房にいてでずっとリピートラジオ流して、うん、ずっと流し続けてずっと流して。えてかラジオでコラボカフェってあるんですか？あんまり聞いたことないですけどね。ないよね。へえ、じゃあ我々が一番最初になろう。お確かに誰か二人が確か二人新しくは取らない、うん、取らない、いいんですね。でもね、うん、料理の話してるし死にがん食べてみたいんだよな本当に。食べさせたい、うん、じゃあ家に来てもらってぜひ急激に距離がギュッときました。まだ連絡先も交換してないそうなんですよ。そうだね。レモネード味ありがとうございますね。うんうん。なんかそうそうコラボしてて今あの何と味覚糖ユーハ味覚糖さんのすごいそうイーマノの飴めっちゃすごいそうとコラボしててあの私のあの顔面が映し出されたパッケージのあのキュートなねそうのど飴が発売されてます、うん、レモネード味そうブルーかなじゃあ何ブルー青色レモンあれレモン黄色に青のスイちゃんがあそう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 黄色に青いそう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 あこういうあなんかあ本当だいるあいろんな方が一緒にそうそういろんな方がいて VTuber とイーマノダーメのコラボって感じかなあへえ そうかじゃあスイちゃんを見つけるスイちゃんを見つけるってのもやっぱり、うん、売り切れてる可能性もあるもんねそうですねでいろいろ回ったそうで私はあの運営さんが届けてくれたのであこんななんだというのがコロコロ舐めてました。美味しかったでも本当に、うん、美味しいですよね。そうレモン味大好きだから、うんうん、なんかついでにグレープ味も届けてくれてグレープ味めちゃめちゃ美味しいんですよ。あそうなんですか。そう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 あそうなんだ、うん、何味食べたことあったかな。でも美味しそうグレープも、うんうん、美味しい。やっぱなんかちょっと酸味がある今のダーメンって、うんうんうん、それが好きですね。確かに、うん、まあ歌も歌うし喉ね、うん、大事だしちょうどいい、ね、大事だし素晴らしいコラボです、ね、ぜひ買ってください、はい、探してみてください。そして続いてです。ラジオネーム大輔さんからいただきました。ありがとうございます。スイちゃんコラーズさんこんにちは。こんにちは。私は普段人と話すときには老若男女問わず敬語を使っています、うん、先輩や上司だけでなく後輩や部下にも敬語です、うん、丁寧なのはいいことだと思うのですが、うんうん、実は人との距離の詰め方がわからないので、うんうん、安全策として敬語を使っているのです。お二人に質問なのですがどこまで仲良くなれば敬語をやめてもいいと思いますか、うん、あこれすごいわかる。シビアだシビアそうだよね。でも私もめっちゃ一緒。もう初対面とかの人には基本的には敬語をずっと使ってる、うんうん、年に関係なく。いや分かる。そうそうそう、うん、初対面の人には本当に敬語なんだけどどのタイミングってなるよね毎回ちょっとずつあの、うん、敬語タメ口を混ぜていく、うんうん、混ぜていく、うん、なあコラーズでも気づいてる方はいるかもしれないんですが、うん、私はまさにそれを今やっています最近ちょっとねちょっと薄れつつちょっとずつそうこれを機に解禁しますか、うん、解禁しますか。解禁するかでもスイちゃんは割とタメ口で喋ってくれてるから、うん、私も割とタメ口で返せるようになってきたんだけど なんかやっぱ分かんなくなっちゃうから、うん、結構その最初本当に出会った時、うん、それこそお仕事のお相手とかは敬語なんだけどなんか例えば VTuber の、はい、あの誰か別の人とかに会った時は、うん、最初敬語で次会った時はもう敬語なしとかは結構してて、じゃないともうほんとタイミングがつかめないなってまあ確かに そこは年齢とかではないんです。そう年齢とかではない全然。そっか。そうなんです。やっぱなんか恥ずかしい恥ずかしいじゃんなんかあ、うん、じゃあ今日から敬語やめますかみたいな。まあ確かにグラデーションだよね。グラデーショングラデーション、うん、でも私はやっぱ年上の方で、うんうんうん、なんかはっきり分かってる方にはやっぱり、うんうん、あのタメ口は抜けないかな。うん、うん、そうなんですねうん、そうですねちょっとなんか気まずいお便りが来ましたけど、うん、お便りがでもスイちゃんの年齢とかを私調べてないから、うんうん、あ、そっかスイちゃんがいくつか分かってないから、そうだよね、うん、なんかグレーゾーン。そうだね。あ、でも永遠の18歳
なんですよ。あ、言っちゃった。そう、今言ったけど、ま、でも、うん、永遠の18歳だから、うん、18年ではないんですよ。あ、そうか。じゃあもしかしたらスイちゃんのが年上の可能性もあるし、だからグレーゾーンというか、そう、グレーゾーン、ための気持ちで、そうそう、我々の世界では18歳でずっと生きてるんだけど、まあちょっとこの世界的に換算すると、うん、そろそろ250年くらいなんじゃないかな。めちゃめちゃ年上じゃん。いやでもそうなんですよ。そう、そういうことだから、うん、うん、タメ口で、うん、あんまり、ね、そういうのは気にせず、うん、気にしないよ。気にしない。ちょっと大輔さん、大輔さん、気まずいじゃん。逆に。はい、ではお次を読みたいと思います。ラジオネームクロフさんからのお便りです。スイちゃん、コロちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。スイちゃんがフォローに入って2周年の振り返り見ていて、うん、初配信でギャーってなってましたが、うん、ふと声優さんは初配信ってどれに当たるんだろうなと思いました。コロちゃんは。あ、ヘゴチンとのラジオとかになるんでしょうか。うわ、え、そうなの、懐かしい。大橋彩香さん、そうですね、うん、いや でもレギュラーって言ったらそれなのかもしれないけど、うんうん、初めてのラジオではない。あ、そうなんだ。うん、なんかゲストみたいなのが初めてで、それこそ私文化放送さんが一番最初のラジオだったんじゃないかな、うん、ゲスト A&G、 あ、じゃない、あれなんだったかな、でもうわーやばいやばい出ない出ない、やばいやばい、でもなんかね、本当に文化放送さんに初めて来たイメージ、うんうん、へー、うん、そうなんだ、うん、でもなんか声優さんが、私そのな、これ何かっていうと、私が、はい、一番最初に配信した時の、はい、あのやつをみんなで見て、うわ、こんなんだったんだみたいな、ちょっと照れちゃうやつ、そうそう、照れちゃうやつだから、うん、声優さん的に言うと一番最初に関わった作品とかじゃないかなみたいな。確かに確かに、そうだよね。それは私ウェブアニメのなんか CM かな、うん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 、のキャラクターボイスっていうか、うん、生まれて初めてのアフレコだったと思います、うん、今聞いたらなんか恥ずかしさに悶絶しちゃう、うん、本当に逆になんか懐かしめるかも、もうあまりにもだから逆になんかこう成長したなって感慨深くなるかも、うんうん、そう、やっぱなんか逆にちょっと前とかのが恥ずかしい、うんうんうん、確かに確かに、そうかも、そうそうそう、もうなんかもう今じゃできないから、すごい最初の頃のやつって、うんうん、だからなんかむしろ勉強になるくらいの感じかな、一番最初とかは、うん、そっか、じゃあ、うん、ウェブアニメ今も見れるんですか。いや、今はもう見れないんじゃないかな。見れないのか。みんなの記憶の中に見たい探し出してください。やだ見たいな、その初配信、うん、コロちゃんの初参加作品をみんなで見守る会を、うん、じゃあ次回やりましょう。やだやだ、めちゃくちゃ恥ずかしいだよ。絶対やだ、絶対やだ。これが採用されるかどうかは分かりませんが、はい、お便りありがとうございました。はい、ナイトヨークで引き続き私たちへのメッセージをお待ちしております。はい、星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。リスナーは知っている。まだまだお互いのことを知らない私たち2人、ぶっちゃけそれぞれのファンの方がよく知っていると思うので、皆さんが見た星町彗星、田所あずさのエピソードをそれぞれ募集して紹介していきますということで、はい、先ほどはうっかりがミリーのライブではなかったとおっしゃっておりましたが、はい、うん、コロちゃんのうっかりエピソードを絶賛大募集中ですと台本には書かれております。スイちゃんのもね、スイちゃんのも、ではメールを紹介していきましょう。はい、ラジオネームトレンチコートさんからいただきました。田所さんのお話です私が知っているコロちゃんの情報は、はい、先日開催された野外ライブ過去ミリオンライブのリハーサルで失敗した映像を2日目のメンバー全員にばらまかれたことです。あ、そう、私の失敗じゃないね2日目のメンバーを勇気づけることとはいえ、どうしてコロちゃんばっかり汚れ役にならなければならないのかと疑問なところですが、それでも本番は完璧にこなしていて、さすがコロちゃんだと思いました。コロちゃん、あの件について改めてどう思っていますかいやでもトレンチコートさん優しいな。どういうことですか、何が起こったの。いや、なんか、うん、曲中でなんかすごい盛り上がってバーン
ってなった時に、うんうん、あのセリフで、うん、行ってきますってセリフがあって、うんうんうん、みんながバーってこう、うんうんうん、広がっていくみたいなシーンがあって、うんうん、でたまたまそのまあセンターだったから、うんうん、あのそれをの役があったんですけど、うんうん、そのリハの時に、うん、初めてそのゲレの時に初めて耳中の音を聞いたもんだから、うんうんうん、そのクリックの音というかボイスカウントの音にびっくりしちゃって、うんうん、なんか行ってきますみたいな感じになっちゃったってことが、うんうんうん、でもねゲネだよ別にゲネだもんね、そうゲネだから間違ったって別にいいのに、うん、なんかすごいみんなにいじられて、うん、なんか動画回されて、うん、てか撮られるんだゲネとかって、あそう一応参考映像としてそうあのみんな練習用というか、うんうん、に撮るのをこうみんながなんかすごい、うん、あのいやすごい最高だったからあのもう10回以上見たみたいな本当元気出たみたいにうん、うん、言ってもらって、あそれを、うん、あの2日目に大画面で映されたとかではない、それはないと思うけど、それはないかでもその武漢さん舞台監督さんがもう完全にその、うんうんバラしたというか1日目の私1日目だから1日目の人しか知る由もなかったものを、うん、舞台監督さんが勝手にバラしたっていうのは非常に悪いことですよね、非常に遺憾ですねそうそうなの、でも本番はね、うん、そのもう見事にそうだね、うんうん、見事に行ってきますってちゃんと行ってきました、行ってきますはちょっとやばいもんいやめっちゃ練習したの、うん、だから、うんうん、そうだよね、だって緊張するよ絶対、そんな曲の途中でえソロ行ってきます、うん、あそうソロ、いや無理じゃん、そうなの、緊張するじゃん、そうなの、私忘れてもしょうがないし、うん、だったら行ってきますだけ、なんだっけいただきますかも、いやいやそれはやばい言っちゃうと、うん、それ一生言われるから、一生言われるいただきますか撮って、うん、ましたちゃんみたいな一生本当呼ばれ続けるから呼ばれ続けるねそうそう、 もう でもね、うん、本番成功したからそうだね、うん、終わりよければ全てよし、うん、いやトレンチコートさんはちゃんと本番成功したってこともちゃんと言ってくれてね、うん、言ってくれたから優しいわリスナーさんです、うん、ありがとうございますありがとうございます、ではお次、はい、ラジオネーム、ハイセンさんかなからいただきました、星町水星さんのエピソードです。スイちゃんは今年の誕生日プレゼントとしてリスナーにポン酢を送るよう圧をかけ一般家庭では到底使い切れない量のポン酢を手に入れたにもかかわらずもっと欲しかったと言い出しさらには賞味期限を心配するリスナーを尻目に3ヶ月もあれば全部使い切れると言い張っている、ここだけの話どうやらポン酢を飲み物として飲んでいるらしい違う待って違う、ドン引き、ごへい全て一から説明させてください、そう誕生日プレゼントをあの受け付けているんですね、はい、うちの会社は、うん、で誕生日くらい誕生日とあとは、うん、あの周年記念ぐらいにしかあのプレゼントを受け付けてないと、うん、だからあのその機会にみんなこぞってね、うん、プレゼント送ってくれるんですよね、うんうん、で何が欲しいみたいな風に聞かれることもあるから、うん、うん私はまあピアスが好きだからピアスとか何でも嬉しいかもみたいなって話をしたんだけど、うんうん、お姉ちゃんがポン酢がすごいお好きで、うんうんうん、私も好きなんだけど、うん、お姉ちゃんが、うん、あのポン酢と言いなさいとお姉ちゃんかポン酢と言いなさいと、うん、であなたが普段配信でポン酢とポン酢ポン酢と言えば、うん、みんなはポン酢が好きな人なんだと思うから、うん、好きだけど思うからだから、うん、ポン酢と言いなさいで私はツイッターで、はい、あの誕生日プレゼントはポン酢が欲しいです、うん、かっこって言えってお姉ちゃんに言われましたってツイートをちゃんとねそうしてで緑色のキャップのやつを送ってくださいいやもう指定されてるの種類まで指定して でも実際このポン酢もう使い切りました。え何にそんな使うの。なんか我が家姉ちゃんも偏食だから結構なんか食べられるものの何種類が限られてるから結構週 3,4、はい、くらいで鍋をやるんですね。はいはいはい。その鍋にポン酢を使うんですよ。入れるんですか鍋に。いや小皿に小皿に入れてでそれにつけて食べるとか、うん、あとお姉ちゃんは
焼き魚とかに全部ポン酢をかける。あーなるほどね。とかなんかお腹小腹が空いた時に湯豆腐して、湯豆腐にポン酢を使うとか無限に使ってんのね。そうなんだ。そうで姉ちゃんがなんだもうちょっと欲しかったな、全然遠慮しなくてよかったのにみたいなこと言ぼやいてた、そうなんかやっぱいっぱい届きすぎると賞味期限とかもあるから、うんうんうん、あの困るかなっていうことで、あの別のものを送ってくれた方とかも結構いたから、うんうん、全然心配しなくてよかったのにとか言いながら使ってたっていう話をしたら私のことになってんだけど、確かにおい、これでも隠れて飲んでる可能性はあるよ。いやあると思うねあるね、あるんだやっぱ、あるある。なんかやっぱでもポン酢単体じゃないけど、うん、ポン酢とだしを混ぜて飲んでることは結構あるから、うん、美味しいよね、うん、多分飲んでます、うん、いやあんまりでも塩分過多じゃない、塩分過多だと思う、うん、っとやっぱね、うん、気をつけてかないと、そう気をつけてかないといけないですね、うん、ではお次読んでいきたいと思います、はい、ラジオネームクリアシスさんからいただきました。ありがとうございます。田所さんのお話です。はい、田所さんは自分の記憶をファンに頼ることが多いことから、イベント中に皆さんは私の脳みそですと言い脳みそのみんなと呼びかけたこともある、はい、そもそもこのエピソード自体忘れている可能性もありますというふうに。いや覚えてる覚えてる覚えてんだ。結構昔だったと思うんですけど。あ、そうなの、何のライブで。でワンマンだったような気がするけど、ンン、うん、多分皆さん私の脳みそです。そう、いや本当私よりみんなの方がよっぽど覚えてるからまあでも確かに、そう、うん、ですよね、うん、大体において。どうかな私はそうじゃないかもしれないけど、うん、コロワズに限ってはそうかもしれないいややっぱねいやみんなのやっぱ好きだという気持ちが、まあ確かにそう、うん、やっぱねいろんな記憶をね、うん、するじゃないですか。そうね、そうそうそう、うん、そういうことを、脳みそのみんなそういうことを皆さん私は脳みそですと表したと、うん、そうですね、愛を込めて、愛を込めてこれは愛を込めてるそうです。尊敬を込めてクリアシスさん、はい、これからもよろしくお願いします、はい、続いてです。ラジオネームクーロフさんからいただきました。ありがとうございます。スイちゃんコロちゃんこんばんは。こんばんは。スイちゃんは個人の頃ショールームもやられていたんですが、そのプロフィールの中に目指すはバーチャルライブ絶対叶えるから応援よろしくねと書いてありました、うん、この目標がホロライブに入りいろんなところでライブをして叶うことになるとは、うん、なんかエモいですよね、うん、おーおーエモい、いいいい。田所さん今これ忘れたよねごめんなさい、スイちゃんのそうそうそう、何々さんがいただきました。あ、そうだ、スイちゃんのお話です。スイちゃんのお話です。ちょっとそれをね皆さんの心の中にご中で保管してください、うん、そうなんですよ、うん、そう個人勢の頃はあのショールームの公式ショールーマみたいなやつをやらせてもらってて、もうその時はねライブするっていうのがでかいことだったから本当に、うんうんうん、今はなんか当たり前だと思っちゃダメなんだけど、うん、結構いろんなとこから呼んでいただけたりとか、うん、なんかまああの自分の事務所の力お力借りて YouTube 上でライブとか結構できちゃうから、うんうん、むしろ、うん、悩んだ次目標もうちょっと超えづらいものにしようと思って、いいですね、うん、そう目標はでっかく、そう目標でっかくで今は武道館でライブすることを夢見ているって、そう書いてます。いやこれ書いてることが叶ってるから、そうそうそう、うんうん、でっかくしていきましょう目標は、うんうん、いい話をくださいました。いい話、いつかまたリスナーは知っているで叶いましたねっていうね、うん、あいいですね、したらいいですね、したいですね、はいはい、こんな感じでそれぞれのエピソードをお待ちしております。以上リスナーは知っているのコーナーでした。星街彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。お送りしてきました星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。今回の平行線が交わったかわからぬままエンディングの時間です。番組ではリスナーの皆様から私たちへのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラス星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブルまで。
メールの場合はすべて小文字で、スイコロアットマーク joqr.net、 スイコロアットマーク joqr.net です。スイコロの綴りは suikoro です。公式ツイッターもありますので、そちらもチェックしてくださいね。また本日から1週間後に今回のアーカイブが文化放送 V&R チャンネルにアップされますので、ぜひチェックしてくださいね。はい、ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。はい、はい、今回は何だったかな、何だったか前回は三角定規がちょっと強すぎて続けてだからね。そうやっぱドキドキ文芸部じゃない。やってほしい。やりたさはある。あるあるある。本当、ただなんかね、許可取りとかがあるから。確かに海外ゲームなんだよね。そうだね、そう、だからちょっとそこがね、難しいのかもしれないっていう、頼みます頼みます、ね、マネージャーさんお願いします。でもなんか グロそうだけど大丈夫。あー、いやー、はい、ということで、私が YouTube バンドするつもりだな。汚い。はい、じゃあちょっとここでお知らせをします、はい、まず私からです。アスタロト役で出演しましたテレビアニメ新7つの滞在全12話を収録したブルーレイボックスが8月8日水曜日に発売します。またスマートフォン向け RPG ゲーム新7つの滞在エクスタシーも配信中です。そして今年の8月28日29日に東京ガーデンシアターにてウマ娘プリティダービーサードイベントウィニングドリームステージが開催されます。私は8月29日日曜日のデイ2にシンボリルドルフ役としてそして出演いたします。ぜひ、来てください。はい、はい、私の方からは、YouTube で配信してますので見に来てください。はい、はい、セブン。え、でもこの時はもうエイトに入ってるかも。早すぎる。もうちょっとゆっくりやって追い抜くぞ。それでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手星町水星と田所あずさでした。バイバーイ。